どうも、横浜囲碁サロンの藤森です。本日もお越しいただきありがとうございます。では今日も定石その後無理手を撃退ということでやっていきたいと思います。今回はですね、このような形からの出題と問題ということになります。これどういった定石からできるかと言いますと、かかって一間に挟みました。そこで飛んで受けて、それからかける定石ですね。でこの時にまあこちら張っていく手もあるんですけども、コスミつけるのも一つの定石になります。でここで黒がこちらをね、相手が張らなかったんで押さえて、で跳ねて受けて張って取ってということで、まあここまでが一応定石として、本なんかには出たりもねするところなんですけども、でそれから開きが来まして、でこのあと、まあ、一見こちら外側対隅の白地みたいに見えるんですけど、まだ実は隅は完全の白地じゃなくて、黒から覗く手が残ってるんですね。でこれに対してつないで何か、黒がねこんな風に打って、押さえて覗いて、まあ、隅で生きてしまうよというような手が残っております。はい。ですけども、ここで、覗きに対して白が素直に継がずにこのように来た時が案外難しいので、今日はここで皆さんにも、手筋を考えていただきたいなというふうに思います。はい。ではね、ゆっくり考えたいよって方はここで動画一度止めてお考えください。はい。ではここでは正解の方を見ていきたいと思います。これの手もですね、私初めて見た時非常に感動したんですけども、まあ普通は覗きに継がなかったんでこちらをね考えるとこなんですけど、この手はただね割り込まれて、で当たりしてもですね、まあ、継がれまして、でまあこちらから当てるぐらいになるんですが、ポンと取られて、まあ辺には一見入ったようなんですけども、ただ黒もねこの後かなり薄い形で、まあ繋ぎましても、こういったとこもねちょっとまだこんな風に切られてもなかなか外の黒もね別にそんな厚い形じゃないので、これでやっぱりここの2個結局ね捨てるぐらいになってしまうのかなという感じなんですよね。なのでなかなかこうビシッと決まらないわけですね。ですからここで黒はもっとビシッとね、しっかりと決めることができます。はい。でこの時にこちらに切る手が非常にうまい手になります。はい。これでまあここの2個簡単に捨てたくないですから、白は当然取りたいんですよ。取りたいんですけど、その時に当たりして取らせて、あら不思議とこのように相手の形を裂かれ形にしつつ辺に入ることができます。でさっきよりしっかりつながってますし、まあ隅のねさっきの状態よりも地がだいぶ小さいですから、はい、これで黒が成功ということですね。はい。ということで、まあ、今回はこの定石その後のまずね、まあここに至る定石をね知らないよって方はもちろん定石も覚えていただきたいですし、まあその後の狙いとしてこういった覗きがある、この覗きがあるから、まあ全部地じゃないよと、これ地だとさすがに白が大きすぎちゃいますんでね、まあ覗く手があって地じゃないよっていうことももちろん知っていただきたい。でまあ、ついでくれば比較的ね、分かりやすいというか、まあ、生きることできると思いますから、この手がただね、知らないと結構難しいんですよ。切りがね、なかなか思い浮かばない手筋になると思いますね。切って当てて、裂いていくよという手を、今日は覚えていただければいいかなというふうに思います。はい。では本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。毎日ね、いろいろな動画上げながらですね、皆さんと一緒に勉強できたらと思っておりますので、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。